第13主管は、1873年から1885年と、1907年から1925年まであった日本陸軍の管区で、当時14、または18あった主管の一つである。1873年からのは、九州地方南部を占める、陳代制の主管、1907年からのは、新潟県の全部と長野県の北部、中部にあたる、 師団制の士官で地域、制度ともに異なる。師団制の第13士官は新潟県の高田に司令部を置いた第13士団が管轄した。1875年の第13士官。南の濃い水色1907年の第13士官。藤色の部分。全国に士官が配置されたのは各地に賃貸が置かれてから2年後の1873年1月。 神代条例改定による。第13士官は、熊本神代が管轄する第6軍艦の下に置かれた二つの士官の一つとして、設けられた。熊本を英書として、その地名から、熊本士官とも呼ばれた。艦内には他に、千歳、帯、鹿児島、琉球に分営を設けた。艦区の境界は、条例で示されなかった。1875年4月7日改正の、 六冠賃代表には管轄範囲が明示されており、1873年とほぼ同じと推定できる。琉球は管地に含まれず、しかし分営を置くという特別な扱いであった。1885年5月の賃代条例改定で軍艦、士官が全国的に変更された。この時士官の数は12となり、第13士官はなくなった。 九州南部には第十一士官が置かれることになった。士団制の士官は同じ番号の士団のための徴兵と密接に結びついており、第十三士団の兵士は第十三士官に戸籍を持つ男子から徴収された。また、第十三士官から徴兵された兵士は第十三士団に入るのが原則であったが、様々に例外がある。まず、独自の士官を持たない、この師団には、 全国の士官から兵士が送られた。1915年に朝鮮に置かれた二個次第も士官を持たず内地の士官に人数が割り当てられた。士官はまた師団が地域防衛、治安維持に責任を負う範囲でもある。しかし、この時代には国内での反乱の可能性はなくなり、外国軍による日本本土への上陸攻撃も考えにくかった。1907年、 陸軍が六個師団を増設することになると、その9月、明治40年軍令陸第3号による陸軍管区標改定で士官の区割りも変更された。第13出管はこの時設けられ、新潟県の全部と長野県の3分の2を区域とした。すなわち、長野市を含む長野県北部を新潟県高田町に司令部を置く高田連隊区に入れ、長野県中部を松本連隊区とした。 長野県南部は第15士官の飯田連隊区になった。新潟県の佐渡ヶ島にあった佐渡警備隊区は第13士官設置と同時に廃止された。1924年5月、軍令陸第5号による陸軍管区標改定で旅艦が廃止された。区割りは変更せず、旅艦がなくなっただけである。1925年の宇が軍縮で陸軍は4個師団を削減し、 第13師団もその対象になった。対象14年軍令陸第2号で第13師官は廃止された。師団、士官の13番目は欠番になった。新潟県は柴田、高田の連体区にまとめられて東北の第2士官に戻り、長野県は松本連体区一つになって北関東の第14士官に属すことになった。ありがとうございます。